安氏の乱、安氏の乱、ないし、安独山の乱は、755年から763年にかけて、党の節度氏の安禄山とその部下の氏氏名を呼び、その子供たちによって引き起こされた大規模な乱。安禄山は、西域のサマルカンド出身で、ソグド人と特決の根血でもあった、貿易関係の業務で東王朝に仕えて、 東格を表し、最小のリリンポに近づき、元宗から信任され、さらに、元宗の長飛の八木妃に取り入ることで、汎用をはじめとする北方の辺境地域、現在の河北省と北京市周辺の三つの節度市を、兼任するに至った。使命は、安独山とは、同郷で、同様に貿易関係の仕事で東格を表し、安独山の補佐役として、彼に使えるようになったと言われる。 李林法の死後、最小となった、ヨークニッタが、ヤギヒの重慶との対立が、深刻化し、ついにその身に危険が迫ると、安禄山は755年11月に、ついに拒兵した。名優である、使命、参謀の次男安、帝書、肝心官僚の元想や交渉、特決王族出身の茂る将の足名将を喜び、吉丹人の孫光哲らとが参画した。 当時、安禄山は、唐の国軍のうちのかなりの割合の兵力を、元想から委ねられていた。新衛隊8千機、半艦10万から15万の軍団で構成された。当政府軍は平和に慣れきっていたことから、全く役に立たず、安禄山軍は、挙兵からわずか1ヶ月で、唐の副とというべき落葉を陥落させた。756年正月、安禄山は、 大ツバメ聖武皇帝。聖武皇帝を名乗り縁国の建国を宣言する。当軍は、洛陽から道館まで退いたが、司令官風、上清は敗戦の罪で、高戦士は退却と着服。これは冤罪であったの罪で処刑された。新たに、歌、助官が、平和元帥に任じられ、道館に赴任した。歌、助官は、病気をもって孤児しようとしたが、元僧に拒絶されたと、 伝えられる。カジョカンは、漁師中、進むの多量級に指揮を委ねたが統率が取れず、また騎兵を率いる王を猛霊と不評を率いる李、嗣光が対立しており、軍の統制は低かった。当は756年6月、シゲルシのカジョカンに命じ、同館から東に出撃させたが、歌、ジョカンは、安六山軍に敗北する。パニックに陥った。 当朝廷は、洋国忠の震源により、756年6月13日、宮廷を脱出する。元僧は職へと敗走する。その土壌の馬会、現在の先生を寛洋し公平史で、護衛の兵が反乱を起こし、洋国忠は、安独山の挙兵を招いた責任者として、断罪された挙句、息子の洋剣、洋、洋暁、月、洋貴兄弟と共に兵士に殺害された。 その上に、イらは、皇帝を惑わせた、ヤギヒもまた、よく似ただと同罪であるして、その殺害を要求し、やむなく元奏の意を受けた、皇力士によって、ヤギヒは考察された。これは、和解益の悲劇と言われる。失意の中、元奏は退位した。皇太子のリトールが、霊部で、祝奏として即位し、反乱鎮圧の指揮を取ることとなる。 756年9月、シクソは、ウイグル帝国に援軍を求めるため、モンゴリアに使者として、トンコ王の李承サナかと、チュルク系の特図哲郎くぼく方、部出身のぼ方ふところン・ソグド系、シゲル賞の一支バンナを派遣する。10月に、オルドバリクの会見で、ウイグル帝国、第二代反のクズ六花ンは、要請に応じる。 七百五十六年十一月から十二月にかけて、安六山軍のシゲル将、アシナ将喜びは、自身が特決王族出身でもあったことから、特決、トンラ、ドーラ、牧骨軍の五戦機を率いて、長安から北へ進軍し、宿層のいた、霊部を襲撃する。クズ六加ン率いるウイグル軍と等の各市議軍は、合流し、アシナ将喜び軍を撃破する。 一方、長安を奪った安独山であるが、間もなく病に倒れ失明し、次第に凶暴化。さらに、皇太子として建てた息子の安慶所の敗着を公然と口にするようになると、安刑所及び側近たちの反発を買い、安独山は757年正月に暗殺された。安慶所が父の後を継いで皇帝となる。安独山の名優であった。 使命はこれに反発し、繁栄に帰って自立してしまう。祝宗は七百五十七年二月には、法省にまで南進する。七百五十七年九月、九ズ六河岸は、陽守大使と、将軍帝徳倉三千から四千騎を、東援軍として出兵する。祝宗は喜び、元帥の公平を、後の大層に命じて、陽守大使と兄弟のちぎりを交わした。 ウイグル帝国連合軍は十五万の軍勢となり、公平王を総帥としぼく片懐温、各市議らを司令官として退去して、長安に迫った。七百五十七年十月、公平王及び復元帥の各市議は、当、ウイグル連合軍を率いて、援軍と泉州の西で戦った。この戦いでは、各市議軍は最初は、極欲に駐屯した。要を守る大使は車せき、 バチハイラ将軍らを率いて南山に沿って東へ進み、谷の中で俗軍の伏兵と遭遇したが、全滅させた。各市議は新見で俗軍に遭遇して戦ったが、俗軍の勢いは強く、各市議の軍隊は数理退却したが、ウイグル軍が背後より襲撃して、安軍は敗走した。各市議と、マ守る大使の軍は俗軍を二十里余り追撃した。 続軍の死者は数えきれぬほどで、各市議と、要守る大使の軍は、敵の首を十四万も切り、地上に倒れ伏した死体は三十里も続いたという。援軍の武将の幻想が大敗したことを、安慶書に報告すると、安慶書は、東京、洛陽を後にして敗走し、黄河を渡った。十一月、公平王、僕や、各市議、要守る大使らが長安に外戦する。 世を守る大使は、祝空中義王に封じられ、金銀を送られ、さらに党は毎年、金二万匹を支給することを約束した。翌758年5月、ウイグル側が党に、講師効果を要求する。祝宗はやむなく、実の王女を、ネイ国講師に封じて降下させ、クズロックカガンを、AVN ヒトギカガン AVN ビルグカガンに削立する。 759年4月に、クズロックカガンが死去すると、すでに何らかの罪で殺害されていた長男のよう、守る大使でなく、罰子の移り地権が、第三大破案として即位する。これがブグカガン、ムーカガンである。この状況を見た、使命は等に降伏するも、縮層や、彼に近い要人たちが、自分の殺害を計画していることを知ると、降伏を撤回し、 七百五十九年三月、氏名は、洛陽の案慶賞を攻め滅ぼし、ここで自ら大燕皇帝を名乗り自立する。しかし七百六十一年二月、氏名も不安により、長男のシア・サヨしに殺害される。七百六十二年四月に、玄僧が逝去し、その直後に、畜僧も逝去し、大僧が即位する。六十二年八月、唐の大僧は、 安政権の残党の死や左氏を討伐するために、ウイグルのブグカガン、ムーカガンに再度援軍を要請するために死者を派遣していたが、同じ頃、先に死や左氏が縮走放御に乗じて、塔へ進行すべしと、ブグを誘い、ブグカガンは、ウイグル軍10万を率いて、小尾砂漠の南下を始めていた。党の施設、流星館はそれに遭遇したので、 党への侵攻を踏みとどまるよう武具を説得したが、聞き入れられず、ウイグル軍は、南下を進めた。流星丹からの密使による報告で、東朝廷内は侵犯した。僕方懐ンの娘のカトゥン、カトンが武具ガ岸の皇后であったことから、僕方懐ンが娘婿である武具を説得したと、される。説得に応じたウイグル軍は、改めて、党側について、市長儀討伐に参加した。 762年10月、唐ウイグル連合軍は、洛陽の奪回に成功。シアサヨシは敗走し、幕圏に逃れんとしていたが、763年、正月、追撃され、自殺する。こうして8年に及ぶ安氏の乱は終結した。なお、同763年10月、都番のティソンで千王が、唐の混乱に乗じて侵攻し、長安を一時占領している。 この10年近く続いた反乱により、東王朝の国威は大きく傷ついた。また、東王朝は、反乱軍を内部分裂させるために反乱軍の有力な将軍に対して、節度試食を乱発した。これが、地方に有力な将軍自制権、反鎮を拡挙させる原因となった、川津いたち三鎮。 以降の党の政治は地方に拡挙した、節度使との間で妥協と対立とを繰り返しながら、徐々に衰退していった。党が弱体化していくとともに、ウイグル帝国とチベット、ドバン、キッタンが台頭する。川津いたち三鎮は、河北に設置された三つの藩鎮、すなわち、優秀節度使と、重則節度使、義広市節度使のことであり。 安禄山及び氏名の部下であった軍人が節度氏を務めた。これらの藩鎮は管轄地域の戸籍を東欧朝に報告せず徴収した税を自分のものにし配下の役人や軍人の人事も勝手に言った。この地域の歴代の節度氏はソグド系特決やタン、系の末裔であった。彼らは藩鎮における統治や東欧朝との接触を行うために 過去には旧大したが、人形試験を通らなかった者を登用した。優秀節度誌は、後に、吉丹が建国した領へと継承され、重則節度誌と木広節度誌は、五代十国の国家のうち、特決の砂田族が支配者となった、高等、高新、五冠、北冠の母体となった。六十四年、娘が武具加岩の記載になっていたことや出身が、 ウイグルと同じ徳津哲六区の、僕方部であったことから勘案などから、無本の疑いをかけられた僕方懐音が、ト番バンの州数万人を招き寄せて、法典県に行ったが、一日方節土市の各市議によって防がれた。翌年、七百六十五年秋、僕方懐音は、ウイグル、ト番、バン、ト東ヨクコン、トーの州二十数万を招き寄せて、法典、冷戦。 交渉、同州に進行した。しかし僕方懐恩が死んだため、ドバンの馬江エ,エイラは10月の初めに撤退し、ウイグル首領のラトールカンラタルカンラも2000陽気を引いて、慶応の各市議のもとへ受け下しに来た。これ以降、ウイグルと党の和平が保たれたが、党国内で安氏の乱鎮圧の甲を鼻にかけた、開骨人の暴行事件が相次ぎ、大歴年間、 七百六十六年から七百七十九年において、社会問題となった。七百七十八年、ウイグルのブグカガン、ムーカガン自身も塔に侵攻する。翌七百七十九年、大僧が崩御して特僧が即位すると、ソグド人官僚の震源で、ブグは、塔に侵攻しようとするが、最小のトンバがトる艦、クガが立つ艦が、ブグとソグド人官僚を殺害し、 アルプクトゥルグビルギカガン、ゴーコツハナシロクヒトギカガンとして即位した。アルプクトゥルグビルゲは、対等関係を修復した。またアルプクトゥルグビルゲは、先代の部具が侵攻していたマニキョウを弾圧し、ソグド人にも圧力をかけ、また国号を、カイコツからカイコツに変える。また、同七十九年には、一番、南昌連合軍は二十万の大軍を持って、生徒占領を目指したが、 国力を回復していた東軍に撃退された。しかし786年には、東港を占領し、火星回廊を掌握。以後、タリム・ボンチ南延部へ進出する。789年には、チベット軍は、それまでウィッグルに服属していた、白服特欠やカルルクと連合し、北帝大と護府のあった、ビシュバリク、北帝を襲撃し、現地のウイグル、東軍に勝利する。 ウイグル軍は、モンゴリア地方まで撤退し、ウイグル側にいた砂田部もチベットに降る。この北帝争奪戦は792年まで続くが、最終的にウイグルが勝利し、トルファン盆地を含む東部天山地方全域が、ウイグル帝国の領域となり、タリム盆地北辺が、ウイグル領、タリム盆地南辺が、チベット領となった。東方で、K、キッタンの反乱が起きていたため、中帝下岸。 在位、789年から790年は、ケツウカココ、イルオゲシを派遣するが解骨軍は勝てず、北帝大都護府が陥落し、北帝大都護のヨーガサネイニシエは、兵と共に、青州に奔走した。その後、ケツウカココは、ヨーガサネイニシエと連合して、北帝を取り返すべく5.6万の兵で攻めたが、大敗する。一方で、クズラロク、 カルルクが勝ちに乗じて太川を奪ったので、海骨は大いに恐れ、北西にある部落の羊馬をキバ町の南へ移して、これを避けた。791年、ウイグルは北帝を奪還、また東軍と共に潮州、霊州へ攻撃をかけて陥落させ、都番の狩猟を捉えた。この後のタリム盆地火星地域老右爆難一帯を巡る戦争は50年にわたる。 809年に、トバンが、サイドレイ州から、ユタカ州の一帯を制圧して、カイコツ、塔の間の直道、三天下岸道を遮断。811年、ウイグル、道軍による二度目の北帝都五府奪還と巡がる盆地、制圧により、カルルクがウイグルに服属、次第に、旗色が悪くなる。百四十年頃には、火星ロ西、ミギ、西域の全域を奪還され、 ウイグルと講和した。813年、ウイグルが爆弾でトバン軍を打ち破ると、勝ちに乗じて火星まで追撃したが、816年にはトバン軍が騎馬町から3日の距離まで進軍し周辺も制圧された。821年、連合を図るため、東から攻守が降下。821年、ウイグルチベット、 党のの間での三国解明が締結された。この三国解明については従来、チベットと党の二国間での長径解明であることが通説であったが、近年、森安隆が、敦煌文書の断片ペ,ペリオ3829番に、名声特使、三国和義という文言をパリで発見したり、中国のセウが、サンクトペテルブルクで、 トンコー文書断片デラックス1462から同様の内容の記録を発見し、三国解明が締結されていたことが明らかになってきている。当時の唐チベットウイグルの国境は、清水県の旗州や天水と、元州を結ぶ南北の線が塔とチベットの国境線で、東西に走るゴビ砂漠がウイグルとチベットとの国境であった。なお、 ゴビアルタイ島南部のセブレーにあるセブレー碑文が現存しているが、この石踏みはウイグル側が三国海面を記念して建立したとされる。824年にトバンと島が停戦に至って以降はもっぱら西部で戦闘が行われ、840年に和睦するまでの間に爆弾を奪還し火星地域を征服した。このような島の動乱の影響は海外にも及んだ。 日本では天平法治2年758年渤海から帰国した小野田守が日本の朝廷に対して反乱の発生と朝安の陥落、渤海が党から援軍要請を受けた事実を報告し、これを受けた当時の藤原仲間丸政権は反乱軍が日本などの周辺諸国に派兵する可能性も考慮して太財府に警戒態勢の強化を命じている。さらに、 党の対外影響力の低下を見越して、長年対立関係にあった白木政党の準備を行った後に、中丸が藤原中丸の乱、恵美義勝の乱で処刑されたために、白木政党は中止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。